どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。はい、というわけで今日はですね、これからガルパを始めようかなと思われる方にですね、ガルパやるんだったらこういう風に最初やったらいいと思いますよとか、まあこういう風にしたらいいんじゃないですかねっていうことに関する、まあ、自分の考えをね喋っていこうかなと思いますので、まあよろしければ、ね、参考にしていただければなと思います。まずはガルパでよく使うこのライブブーストですね。ライブブーストはですね、消費量1から3で好きな、ものを選べます。で、イベントポイントは1から3、どれを選んでも効率的にはねほとんど変わらないというか、まあ同じなんですけれども、報酬経験値はブーストが増えるごとに倍率が悪くなります。今はちょうどねこれカムバックボーナスってこのアカウントがあるので、ちょっと倍率変わってますけど、普通であればちょっとね倍率が悪いんですよね。なので効率だけを考えると、まあ、1消費がやっぱり望ましいんですが、全部消費するのに時間がかかりますし、最初の頃はねどんどんランクが上がって、その都度ブーストが回復していくので、なかなかブーストを全部消費できないんですよね。あとは、今はね初心者の方も最初はねこのような多分ボーナスがあったと思うので、もしボーナスがあれば、まあね3だと今10倍とかになるので、まあ3消費でもいいのかなとは思いますね。ただ時間がある方はやっぱり1から2消費でしっかりアイテムや経験値をゲットすればいいのかなと思います。ちなみにこちらのブーストがゼロになってもガルパは遊べますし、少ないですけど、報酬や経験値、イベントポイントも手に入ります。そして皆さんが気になるスターをもらえる方法なんですけど、まずはストーリーを見ることですね。ガルパはストーリーを見ると1話につきスター50個とカバー楽曲と交換できる音色のクリスタル1個もらえます。ガルパはメインストーリーとバンドストーリー、イベントストーリーがあるんですけど、現在行っているイベントストーリーは見ると報酬がもらえますが、過去のイベントストーリーは見ても何ももらえないんですね。なのでここはまた時間があるときに見てもらえるといいのかなと思います。で、報酬がもらえるのはバンドストーリーとメインストーリーですね。メインストーリーはある程度こうランクが上がらないと全部解放されないんですが、ガルパをねプレイしていきながら徐々にね解放していただければなと思います。で、バンドストーリーなんですけど、バンドストーリーは、ランクに関わらず始めた当初から全部見ることができます。これもね全部見るとおそらくねその日で1日が終わるので、まあ最初はねスキップしてスターだけもらうというのもありですね。バンドストーリーとメインストーリーを全部見ればスターが、16,700個ぐらいあったかな。で、音色のクリスタルも330ぐらい獲得できるので、リセマラされる方はちょっと時間かかるんですけど、このバンドストーリーをスキップしてスターを獲得してガチャを引いてみたいな方法もあります。続いては楽曲のスコアランク報酬ですね。ガルパってクリアした時にですね、そのスコアによって達成報酬が1回だけもらえるんですが、C から A はですね練習チケットのダブルでございますね。これは始めた際の育成の時にものすごい重宝します。で、 S はスター50個 SS もスター50個もらえますね。これが結構でかいです。ちなみにエキスパート、そしてハードもフルコンをするとスターが50個ですね。で、楽曲によってはこのように難易度スペシャルというね難易度もあるんですが、そちらもフルコンすると50個もらえますので、1曲につきスターが最大で200から250個もらえますね。で、ガルパは現在300曲以上出ているので、全ての楽曲を、スコア SS を取ることができれば、スターが3万個手に入りますし、さらに、まあ、ハードエキスパートとかをフルコンできれば3万個。これはまあ実力も必要になりますが、頑張って SS やフルコンを狙っていただければなと思います。ちなみに、育成する際に最初ね、やっぱり不足しがちなコインなんですが、コインはですね、こちら各コンボの、達成報酬ですよね。こちらでももらえますし、あとはね、イージーのフルコンボとか、ノーマルのフルコンボでもこちらコインがもらえますので、最初コインが足りない方は、イージーやノーマルのフルコンを狙うといいかもしれません。では今度はこの SS を取るためにはどうすればいいのかをお教えしたいと思います。簡単な流れとしてはまずガチャを引きます。で、出たメンバーで一つ強いバンドを作ります。で、そのバンドに合ったエリアアイテムを作成し強化、そして協力ライブという流れになるんですが、ガチャはこれからね4周年で無料70連ガチャ、そして4周年でね記念で、スターが7000個ぐらいもらえますし、あとは先ほど紹介した各ストーリーを見たりして100年以上ねガチャが引けると思いますので、今だったらねちょうどね4周年ドリフェスというね素晴らしいガチャが出ますので、もうスターを余すことなくねもう思いっきり引いちゃってください。で、そのガチャを引いて出たメンバーで編成を組むんですが、これで最も意識してほしいのはなるべく同じバンドのメンバーで組んであげること。
それが一番大事ですね。で、その次に意識してほしいのが、なるべく同じタイプで組んであげること。タイプはね、優先順位的にはちょっと低いんですけれども、本当に一つのバンドだけでいいです。まあ、できればね、たくさんあれば、その分ね、可能性は広がるんですけども、一つのバンドだけでいいので、なるべく全員が星3以上で同じバンドのメンバーでバンドを作ってください。目安としては、まあ、最低でもやっぱり3人以上いると、組みやすいのかなとは思いますが、個人的にはね、ポッピンパーティーとか、アフターグロー、パステルパレット、ロゼリア、ハロハピ、この5つのバンドはね、メンバー数が多いので、非常に組みやすいのでおすすめです。まあね、これでも言うのは簡単なんですけども、結構大変なんですよ。例えば、じゃあこの今ね、編成しているハロハピなんですけれども、ハロハピね、このバンド、星4メンバーが2人います。で、星3メンバーも2人いると。もういい感じに揃ってるので、これね、もうハロハピのメンバーだけでこれ組んであげてください。ただ、ね、これでも北沢はぐみちゃんだけがいないんですよ。ね。そういった場合は無理に、星1、星2の北沢はぐみちゃんを入れるよりは、もう他のバンドの、この場合はアコちゃんですけれども、他のバンドの、星4であったり星3のメンバーでも大丈夫です。ただ、もう一つ方法があって、それが何かっていうと、ちょっとここのね、交換所っていうところがあって、このミッシェルシール交換所というものがあるんですけれども、これ何かっていうと、ガチャで被ったメンバーたちがこの控室に来るんですね。で、そのメンバーたちを、交換することによって、このミッシェルシールというのがもらえるわけなんですけれども、基本的にこのね、控室にいるメンバーたちは、このミッシェルシールにするか、あとはスキルレベルを上げるぐらいなんですよね、使い方としては。で、今ね、スキルレベルはね、割とこう、毎日プレイしてたら、上げやすくなってるので、ミッシェル控室にいるメンバーたちは割とミッシェルシールに交換してもいいのかなと思います。でもちょっともったいなかったら、まあ、星4とか星3メンバー残しててもいいですけど、まあ、これから言う感じだとちょっと、まあ、なるべく交換していた方がいいのかなとは思いますね。はい、では一応こちらも交換して、このように、まあ、ミッシェルシールを獲得することができましたと。で、ミッシェルシール獲得したら、このようにですね、これね、過去のイベントメンバーなんですけれども、ミッシェルシールを使って過去のイベントの報酬メンバーたちをゲットすることができるんですね。その中にはもちろん、星さんメンバーもいますから、先ほどちょっとね、北沢はぐみちゃんがいないと言ったんですけれども、北沢はぐみちゃん、このようにこう探していくんですよ。はぐみちゃんいないかなと。ね、はぐみちゃんいますね。でもクールタイプですから、ちょっとね、ハッピータイプのはぐみちゃんが欲しいですね。ハッピー、あ、いますね。はい、心躍る花火大会、北沢はぐみちゃんがハッピータイプということで、はい。あ、しかもライフ回復なのがちょっといいですね。このはぐみちゃんを交換しますと。はい、こちらの北沢はぐみちゃんを交換することによって、これでね、一応ここの、バンドで全員ハッピータイプのハロハピが完成することになりますね。まあ、ちょっとね、今レベルは上げれないんですけれども、まあ、プレイをしていったらね、レベルは上がるので、このままにしとこうかなと思いますが、まあ、このようにですね、もしこのメンバー欲しいんだよなって言ったら、まあ、別に代理のメンバー作るのもいいんですけれども、あのミッシェルシールでね、交換所を利用して、新しいメンバーを迎えてこのように揃えるという方法もあります。続いてはエリアアイテムなんですが、これは設置すると指定されたメンバーのパラメータが上がるんですね。エリアアイテムはね、楽器店やサークル、流星堂で購入、またはレベルアップすることができます。でエリアアイテムはね、購入するだけだったらこのように、まあ、少ない素材とコインで購入することができるので、とりあえず全バンド分ね、購入してもいいのかなとは思うんですが、レベルアップさせるのはね、なかなか大変で、これを全部となるとね、本当にものすごい量の素材、またはコインがね、必要になってきますので、やはり、最初は一つのバンドに絞って、そのバンドを中心的に上げていく方がいいのかなとは思いますね。で、育てる順位としては、まあ、優先順位ですよね。やはりまずは自分が自信のあるそのバンドの楽器やポスター、またはフライヤーを上げていきながら、次にやはりね、こちら雑誌ですね。この雑誌は非常に良くて、どんなね、バンドでもこのパラメータを上昇させることができるので、これ非常におすすめでございますね。3種類あるんですけれども、まあとりあえずどれでも大丈夫かなと思います。でその最後に、センタースペースにあるカフェテリアとか、あとはおすすめメニューのこのタイプで上昇するエリアアイテムですよね。まあこれは優先順位としてはちょっと低いのかなとは思うんですが、このエリアアイテムを全部、レベルマックスにすることができたら、各バンドのエリアアイテムで、44.5%、そしてタイプのエリアアイテムで 24%、 雑誌だと 16% 上がります。でエリアアイテムをしっかり上げることができたら、先ほどバンド編成する際に同じバンドのメンバーがいなければ、違うバンドのね、星3星4メンバーで組んでもいいよとは言ったんですけれども、レベルが上がればですね、星2メンバーでその星3星4メンバーと同じ、またはそれ以上の総合力を出すことも可能ですので、エリアアイテムはしっかりと育てましょう。
次はライブでございますが、最初はメンバーやエリアアイテムのレベルも高くないので、フリーライブだとなかなかスコア SS は取れないですし、素材回収にも向いてません。まずはしばらく高スコアが狙いやすく、いい素材が手に入りやすい協力ライブで自分のメンバーを育てながら、スコア SS を狙いつつ、素材を回収する方がいいと思います。協力ライブは5人でね、高スコアを狙うんですが、その際は自分のリーダーに設定しているメンバーのスキルだけを使うことになりますので、高いスコアを狙う際はリーダーをスコア 100% アップ以上のメンバーで設定しておくと良い、より良いスコアが出やすいです。ただ、クリアにね自信がない方は回復スキルでも構いません。メンバーやエリアアイテムのレベルがある程度上がってきたら、フリーライブでもスコア SS が狙えるようになると思います。フリーライブでも活躍できるようになれば、 EX ミッションという特別なミッションをこなせるようになります。ミッションをクリアするようになれば、育成で役立つ練習チケットであったりとか、あとはねガチャチケットとか、さらにねピンズとかももらえて、まあプロフィールをデコレーションすることもできるようになります。これまたねすぐにクリアできないものも多いんですけれども、まあ日々プレイをしていけばいつか必ずクリアできると思います。またライブもある程度こなして、メンバーも育成できて、素材もゲットできれば、新たにスターをゲットすることができます。各メンバーのですねこのエピソードを見ればですね、スター1人につき75個ゲットできますし、あとはね総合力も上昇しますので、積極的にエピソードは解放していきましょう。まあやることはね多いんですけれども、本当にね飽きることがないと思いますので、ぜひともこの時期にガルパをしっかり遊んでいただければなと思います。